まさか霧か。何この声、なんだか聞き覚えがあるような。まさか。あれは魔女か。あんなものまで復活してるわけ。なんなのこいつら。くそ。おら、関係ねえ。こういう時男ってのはカッコつける生き物なんだよ。亮太、あいつ前部長たちも早く助けに。邪魔すんじゃねえ。こう、任せるがいい。あんたは。話は後だ。下がっているがいい。大丈夫か？皆さん、ご無事ですか？こう、やっぱお前なのか？ああ、てかサボってばかりの幽霊部員のくせに無茶しすぎだっつの。何考えてんだバカ、このバカ。バカ言うな。こうちゃん、こうくん、こう先輩の三冠を達成しやがったラブコメ野郎のくせに。
ラブコメ言うんじゃねえ。コウ君まったく。お前もだ。一人で何やってんだよ、このアホタレ。はあ、姿が見えないと思ったら、いくらぬるおた気味だからってあんまりな格好じゃねえか。さすがにバレたみたいだね。まさか、小日向くん？イクリプスにグリード、実はヒイラギさんが裏の組織の人間で、極めつきは夕闇の使徒に東京迷彩か。なんつうか、どこの深夜アニメの世界だよ。残念ながら事実よ。こんな事態にならなければ、あなたたちにとってはただのフィクションであり続けられた。別に疑うつもりはないけどさ、現在進行形でありえねえ光景を目にしちまってるわけだし、子たちが何かやってるのも薄々気づいてたからな。悪いな、今まで黙ってて。でもこっちもちょっと信じられないね。まさか小日向くんが教会の人だったなんて。僕は1年半前に国防軍からの要請を受けて、この森宮市に派遣されました。刻印騎士の一人として、いずれ起こる第二の災厄を突き止め、未然に封印するために。つまり完全に先を越されていたわけね。さすがにそこまで確信があったわけじゃないけどね。結局目をつけていた落とし子はただの眷属レベル。この事態を起こした真の元凶には全く届けていなかったわけだし。ジュン、それにこの地の状況を見極めるため結構ひどいこともやってきた。
あのミクリア氏とコンタクトを取って教会の封印書庫にあった金書を渡したりもしたよ。まさかあんな使い方をされるとは思わなかったけど、って言い訳だね。あの童話ね、ザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスル。あの時気絶していたのがフェイクだったとは恐れ入るわ。さすがに冷徹無視で知られるオルデンの騎士殿かしら。そうだね、魂を主に、血と肉を精霊に捧げているのが僕たちだ。その意味では君たちよりよっぽど人でなしなんだろう。はっ、アホらしい。ああ、まさかジュンがリョータよりもアホだとはな。え？っていちいち俺を落とすんじゃねえ。あのなジュン、お前みたいなお人よしがそうそういるわけねえだろ。なんで今そうやってベッドで横になってるんだっつーの。廃工場でも俺を助けてくれたし、 XRC のフォローもしてくれた。俺と柊が神社の敷地に倒れてたのもお前がやったんだろ。あ、そういえばいかにも見つけてくださいって感じで仲良く並べられていたけど。なるほど、そうだったのね。するとソラちゃんや篠宮くんが親しい人たちのすぐ近くで目を覚ましたのも同じわけね。ああ、間違いねえだろ。そこまでバレてるなんてね。さすがにちょっと世俗に染まりすぎたかな。入学していきなり告白とかもされちゃったしね。あれが決め手かもな。って俺の黒歴史をほじくり返すんじゃねえっての。やはりオルデンでも森宮の結界は越えられないのね。ああ、言うなれば今の森宮は一つの巨大な迷宮みたいなものさ。内側から閉じられているため外からこじ開けることもできない。解放するには塔にいる真の元凶を倒すしかないだろう。やっぱそうなのか。あのレムって子やおじいちゃんの見立て通りだね。こうなった以上できれば僕も君たちに協力したかったけど、予想外の痛手を食らって2日くらいは動けなさそうだ。しばらくはコウたちに任せるしかないな。今更だぜ。で、2日で治るのかよ。さっき恵子先生は全治3週間って言ってたけど。さすがは刻印騎士、超人的な回復力みたいね。ま、しばらくは私たちに任せてちょうだい。ああ、よろしく頼むよ。しかしこのメンツが揃ってしおりちゃんがいないのは寂しいよな。まあ風で学園を休んでたし、うちでおとなしくしてりゃいいんだが。あ、それはこう。え、何、俺なんか変なこと言った？異変当時しおりさんはアクロスタワーにいたそうなの。異形の巨頭と化したあの場所に。マジかよ、それヤバいんじゃねえのか。まあ、きっと大丈夫だよ。とても芯の強い子だし、タワーから逃げてきた人も結構いるみたいだし、きっとコウ君のことを信じて待っていると思う。ああ、そうだな。
いずれにせよあの塔にたどり着けなきゃしおりの消息もつかめねえ。 XRC の仲間たちと再会して何としても乗り込むだけだ。そうね、まずはそこからだわ。うん、こうならきっとできるよ。そっか。ま、あれだ、骨は拾ってやるからやれるだけやってこい。なんだそりゃ。わかった、せいぜい気合を入れるぜ。まずは XRC の集結、僕もその方針でいいと思うよ。すると残るは潮先輩に美月先輩にリオン先輩、それと五郎先生の行方もさすがに気になりますね。ああ、そして他の柱も止めていく必要がある。あの塔に近づけないと結局は何も解決しないからな。問題は山積みだし、時間も正直限られているわ。ここからはより慎重にかつ迅速に動いていかないと。ごきげんよう少年、どうやら友人たちとも無事再会できたみたいね。また見ていたようなことを。で、何かあったんすか？また情報提供があってね、別のお仲間らしき面々が駅前広場で目撃されたそうよ。マジですか？代金はつけておくから確かめに行ってみるといいわ。せいぜい頑張りなさい。アンティーク屋の人ですよね？どんな情報だったんですか？ああ、それが駅前広場、柱が出現した場所でもあるわね。彼女からの情報ならかなり信頼できそうだわ。ああ、準備を整えたらとにかく行ってみるとしよう。ここから駅前だったらついでに他の場所を覗いていってもいいかもね。やっぱりお前らか。ふふん、時坂、お前たちがくたばるわけがないと思っていたぞ。旦那が想像以上に活躍してくれてな。だが正直来てくれて助かったぜ。情報が点で入ってこなくてな。
逃げてきた連中も不安がっている。安心させてやってくれると助かるんだが。